はい、皆さんこんにちは。久々の投稿になります。ですね、今日は、任天堂スイッチライトが販売されそうですが、プロモーション動画見たんですよ。そんなにね、欲しいとも思わないし、こう革新的な部分がね、そんなに感じないんですよね。かえってスイッチの方がね、いいんじゃないかな。スイッチが出た時は結構なんか、お、なかなかなんか面白いもの出してきたなって思ったんだけど、今回のそのスイッチライトか、全然なんか心躍る感じはしなかったですね。なんだろうね、全然なんかすごい機能ないよね。対してだスイッチすごいじゃない、スイッチの方が。だって画面持ち運べて、でジョイコン持ってればみんなでゲームできるじゃない。でもあれはさ、ただのポータブルでさ、なんだっけ、あのプレイスのあれみたいなもんじゃん、結局。だ全然こうなんか、なんだろうな、その革新的なものを感じないんですよ、全く。だあれはね、ちょっと やっちゃったんじゃないかなと思ってね。まあスイッチライトっていうんだったらまた別にね、なんか本体つけてなんかやるんだったら分かるけど、軽量化しましたとかって、まあそれでも欲しいとは思わないかもしれないけど、でもあれは多分やっちまうね。買う人は買うだろうけども、かえってスイッチ買った方がいいんじゃないかね。なんかそんなに欲しいと思いませんでしたね。まあちょっとアンチコメントになっちゃいましたけど、まああまりちょっとね、で値段も 19,880 円だっけ。ちょっとな、あれはちょっといらねえなという感じでした。よろしかったら、チャンネル登録、コメント、いいね、お願いします。参考になればと思います。